テスト前なのに全然テスト勉強してない皆さん、こんばんは、さげです。さあ、本日はですね、プロセカの実況を撮っていきたいと思います。いや、本当に久々じゃない？今回に関してはね、今回に関してはもうカミカミなんだけど、めっちゃ久々じゃない？プロセカ。いや、別に撮りたかったわけじゃない。撮りたかったわけじゃない。じゃあなんで撮ってんの？いや、撮りたくなかったわけじゃなくて、単純にね、なんか、ネタがなかった。もうネタがなかったって、もう YouTuber としてどうなのかってね、俺思うけどね。めちゃめちゃショート動画を出した動画がね、あの前に上がってたと思うんだけど、なんか実況者、プロセカ実況者やらかせみたいな。うん、プロセカ実況者なのに全然投稿してないけど、プロセカ俺毎回思うんだけど、この実況さ、めっちゃ好きって人いる？俺が好きなだけなんだけど、ただ俺が好きだからやってるんだけどさ、見てる側ってこれ初見実況めっちゃ好きな人いんのかな？そこだけ不安だわ。さあ、来ました、カラクリピエロ。なんかね、ボカロ昔の曲ってさ、結構俺さ、なんつうんだろう、把握できてない部分あんのよ。当然の把握ってうっせえわは言うと思うんだけど、俺全然ね、最近の曲しか把握できてなくて、それでも知ってる曲来たね。うん、カラクリピエロはめっちゃ昔の曲なんだけど、なんか俺でも知ってるっていう、なんか嬉しいよね。知ってる曲が来ただけで嬉しいって感じない？みんなあとはさ、なんか新しいさ、なんつうんだろう、神曲を知れた時、自分の知らない曲をさ、知れた時ってめっちゃ楽しくない？楽しくない？嬉しくない？まあ、とりあえずこうやってやっていきます。後ろのね、 MV がね、今回ね、オリジナルについてるから、これも見ていきたいね。うん、なんかさ、ゆったりなさ、曲なんだけど激しくない？さっきの愛理ちゃんのさ、ダンスめちゃめちゃ激しかったんだけどこれ、愛理ちゃんがめちゃめちゃ激しいんだよね。テンション上がってんのかな。今日の夜ご飯パンケーキだったから、はしゃいでんのかな。あ、来た来た、祈りを捧げます。来た。あ、いいね、このなんか回っての譜面もなかなか好きなんだけど、なんか回ってはない気がするけどね、譜面的にはただぐにゃぐにゃになってるだけな気がするけど、いいね、このなんか、今のさ水平線みたいなさ、描いたじゃん。小よりちゃん、小よりちゃんって誰？小よりちゃんって誰？新しいプロセカのキャラ出てきた。小よりちゃんって何？小よりってなんか、小よりだっけ？ちょっと待って、新しいキャラ出てきてしまって、ごめんね。あ、とりあえずミクちゃんが可愛いでしょ。ドアップで来んのずるいよね。なんか好きなキャラがさ、ドアップで来た時みんなどう？鼻血出そうになるんじゃない？あ、もうすでにみんな鼻血出てたわ。まあ、とりあえずやっていきます。これね、一番さ、盛り上がるところで俺ミスっちゃってんのよ。悲しくない？なんか、拓也さん、なんでそんな変なところでミスるんですかみたいな。一番盛り上がるところでミスらないでください。見損なえましたみたいなコメントやめてね、本当に。まあ、愛理ちゃんが踊ってます。愛理ちゃんがなかなか上手いんだよね。まあ、みんな上手いんだけどさ。プロセカのキャラさ、全員ダンス上手いっていうね。なんかもう、現実ではありえないよね。ちょっと下手な子がいてもさ、いいぐらいなんだけど、下手だったらなんか、叩かれるもんね。それはないか。まあ、とりあえずやっていきます。でね、ミス1だったんだよね、今回。みんな見てわかると思うんだけど、とりあえずリザルト見ていきますか。まあ、最後もね、こんななんか、丸いのをつけて、はい、終了ということで。まあ、見ていきましょうか、とりあえずリザルトね。さあ、来ました。カラクリピエロ S ランクは取れたんだけども、フルコンボならず、9000もらいまして、現金化したいですね。さあ、見ていきましょう。パーフェクトが1003で、グレートが1のミス1でした。いやー、これね、なんで俺グレート1とミス1出したかっていうね、言い訳させてもらうと、焼きそばにハエが止まったからっていう理由にしとこうかな